さんこんにちは、アムールチャンネルです。アムールチャンネルは見ている皆様の人生のお役に立てるようにということで、さまざまな方をお呼びしてご紹介しております。今日はですね、アバウタをメインで歌ってらっしゃるちえみさんに来ていただきました。アバウタというとですね、まあ、古代の日本には欠かせないというか、ほつま伝え。素晴らしいです。ありがとうございます。そうね。昔からのね、日本くらいの。そう。私がアバウタを初めて知ったのは、はい、中山先生っていう男性の方がアバウタを歌っている有名な先生がいらっしゃいまして、昨年ねお亡くなりになったんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、私が育ったお家は明治生まれのひいおばあちゃんがいたんで、ひいおばあちゃんはねよくね縁起物としてアバウタを歌うといいことがあるよって言って。そうなんです、私育ててもらったんですね。結構日常に入ってたんですね。入ってて、私我が家はたまたま入ってたんですけど、もうずっと忘れていて、その中山先生っていう方に阿波歌を歌っていただいて、あ、そういえば小さい時おばあちゃんが歌ってたなって。すごい、それはすごいですね。そうで、ね、今日初めてちえみさんの阿波歌を聞かせていただいたんですけど、まあ宇宙鼻水出ました、ね、そうちょっとうっかりあの気を緩ましてると涙が出てくるような、本当に入り込んじゃう感じですね。なんか歌ってる時はまたなんか別の人が降りてるみたいな違う風になりますよね。なります、ちえみさんね、なると思う。そう、それでちょっとうっかり忘れちゃったんですけど、今日はですねお友達のモンローさんが、はい、一緒にお邪魔してすいませんでうちで撮ってますのでね。そうなんです、はい、南青山のモンローさんのお宅にそこ撮らせていただいて、ありがとうございました。本当に嬉しいです。もうここを清めていただきますね。そうね、はい、で、ちえみさんはいつも台東区の方で本拠地を置いて、いろんなところで歌ってらっしゃるので、そうですね、本拠地、台東区、行っちゃっていいかな、浅草近い、はい、やっぱり浄化、人の何チャクラを開いたりとか、浄化をしたりとかっていう作用をお伝えするために歌って歩いてるっていう感じですか。それはもうそうですね、最近というか、まあ、個人的に10年以上前にヨガを始めて、そこからいろんなことを意識し始めて、そこからですね、もともとちっちゃい時から音遊びが好きで、頭の中にある風景を両親がいない時に茶碗、湯飲み、箸、あとなんだ、やかんとかいろんなものを取り出してきて、一人で叩いたり遊びやりましたよ、出ました。カセットテープでそれ録音したり。変な人二人じゃない？変な人二人。だから好きなのか、ね、だから好きなの。普通やりますよね。やります。いないでしょ。やりました。あ、嬉しい。そう、もう本当に才能で、何しろね、歌が素晴らしくて。すごかった。あれこう、阿波の歌でも普通に歌うわけじゃないので、例えば今日みたいにその場の空気で歌い方が変わるっていう感じですか。まあ、それもありますね。自分のオリジナル曲でも勝手に降りてくる、やるたびに降りてくるっていうこと、降りてくるのかいい加減なのかわからないですけど、声がなんかすごい響くというか、なんでしょうね、独特な声だよね。マイクを使ってないのに、中的というか、ビブラートがあるか振動があるというか、いい波動なんだと思うんですけど、私ありがとうございます。お世辞は知れないので、それでですね、はい、今日これはハープ？はい、これはオートハープって言われてます。で、オスカー・シュミットっていうの楽器屋さんがオートハープっていう名付けちゃって、それが楽器の名前になっちゃったみたいな。で、本当はチターっていうこう縦ごとがあって、それが原型で、まあ、このボタンがついてるんですけど、コード化されたチターっていう楽器で、まあ、それをなんかまあ自動的なハープな、オートハープっていう形で、でも合わせて阿波歌を歌っていただいたんですね。もうこれは初めからこの楽器に惹かれたんですか。
実はですね、私もともと電子系の女電子系でエレキじゃなくてシンセサイザーとかコンピューターとかで打ち込みで音楽を作ってたんですね。あ、そうなんですね。でそこでなんとなくあのライブやってると、うん、何やってるかわからないと伝わらないし、やってる方もこうラップトップ見てこう立ってうじうじしてるのがつまらなかったの で、うんうんうん、でその音楽をまあ探求してると道の途中にご縁があって、うんうんうん、尊敬してる細野晴臣さんです、うんうんうん、に出会って、はいはいはい、で細野さんから紹介というか教えてもらって、あの方いろんな世界中の楽器をたくさん持ってらっしゃるので、はい、それがきっかけでしたね。あの歌にぴったりでしたね、うんうんうん、それがですね今日急遽、まあ、あのモンロさんのお声掛けで、はい、あの以前うちの番組に出ていたねモノリナー奏者のお二人に合流していただいて即興でね、あ、せっかくだからあのどうぞどうぞ、あのモノリナー奏者のゆりさんとちえさん、すごい素晴らしい方で私のお友達なんです。そうで前回ね、うん、夏ぐらいでしたかね、秋の初めぐらい、夏の秋か10月ぐらいか、ね、それであの番組を撮らせていただいて、モノリナっていう楽器をご紹介させていただいたんですね。モノリナの音がですねやっぱり皆さんの心に残るということで、うん、結構セッションやってるんですかなんてお問い合わせあるんですけど、うん、今回モノリナさんとコラボで急遽即興だったの、うん、まあ、即興だった割には息がぴったりでですね、なんか宇宙人語が出るわね、音がね、なんかねもうこの辺の感覚が変わっちゃって宇宙の感覚だった私は、あのなんていうの、あのほらゼロ磁場みたいな、あ、ちょっとね変わった空間になるもんですね。どうでした、やられた3人は何か、あの音も楽器も喜んでたんですけど、みんな初めてだったので人見知りがちょっと出ちゃって、少しずつこうちょっと本当はもっと表現したい、もっとみんなで交わりたいんだけど、ちょっと遠慮しちゃったかなっていう。でもね、すごく楽しかったです。じゃあ次回につなげられますかね。しおみさんは、あのとにかく心地よかったです。モノリナの楽器がもうあの弾く音がなくてもそのままドローンな優しい音に、オートハープはやっぱり弦弾く音が入るので、うん、まあ、それを生かした感じでブレンドさせれたらいいなみたいな、合わせていただいて、はい、なんか弾き方もね皆さん工夫して、うん、今までの私もモノリナの感じではなかったので、うん、確かに確かに、ね、で、ちえちゃんは、はい、ちえさんね、初めてというか、ちえみさんの生の歌を聴いて、はいはい、周波数っていうか、ね、バイブレーションがすごく染みてくるというか、うん、こうハートに染みてきて、すごく歌声のファンにもなりましたし、で今回あの楽器も一緒にコラボさせていただいて、まあ、ゆりちゃんが言ったように楽器もすごく喜んでる、この出会いというか、うん、だからまた何か新しいなんかね、生み出していきたいななんて、こういうコラボがね、いろいろ広がると随分違うものができますよね。この後ですね、コラボの音だけっていうのを流させていただきますので、うん、ぜひ私たちのいらない喋りのない音だけを聞いていただいて528Hz とかね、人を癒す周波数っていうのは結構ね、うん、メジャーになってきましたけど、うん、寝る前に聞くとかちょっとストレスが溜まった時にいい、ね、繰り返してもいいんですよね。そうそう、繰り返し繰り返し聞くっていうことで、モノリナ自体はですね治療なんですよね、そもそも。もともとピタゴラスがモノコードっていう音響振動療法というか、それがまあもともと由来で、向こうでは医療用としても使われて、まあ、医療っていう言葉がこれからね未来的にあんまりこうピタッと来なくなるのかもしれないですよね、こういう感じでいくとね、まあ、新しいね、はい、風の時代に新しい自分の癒し方っていうので、うん、モノリナとかアワウタっていうのをね、うん、ぜひね皆さんに知っていただけたらなと思います、うん、アムルチャンネルにご登録の皆様は割とこういう世界がお好きな方多いんじゃないかなとは思うんですけどまず一旦ですね音源を
きちっと聴いていただいて、ぜひね、ちゆみさんはその専用のページがある、はい、インスタグラム、インスタグラムで YouTube も始めますと、はい、いうことなので、うちの番組以外でもあの彼女のところに飛んでいただければ、はい、素敵なワウタを聴けますし、またイベント等でも、うん、あのオファーすれば来ていただけるかと思いますので、どこでも行きます、で、ぜひね、なんかね、この3人でもあの勝手にね、コラボしていただいて、勝手にコラボしていただいて、ね、だからぜひあのチャンネルにもね登録していただいて、そう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 、いいねボタンを、はい、なんとね、もうじきね、なんともうじき1万人が目前になって、そうそうそう、じゃあ皆さんぜひとも登録をお願いいたします。はい、ということで、はい、本日はモノリナとアワウタの初コラボバージョンということでお送りいたしました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。